20万ポイントってやばくない？20万ポイントってどれぐらい？ありがとうございます。花火ありがとう。私やば、20万円分はちょっとやばすぎるわ。20万はさすがに大丈夫です。トーク会をぜひトーク会に使ってください。ハーブも嬉しいんですけど、ぜひトーク会にそちらの20万円を回していただいて明日からそう、また4時半パイですか、あれは4時半パイあるので、皆さんぜひ完売しなかったら会いに来てください。前髪も切ったのでぜひこの綺麗なパッツンが見たいよって方は会いに来てください。でも何回あるか分かんないですけど、特会は半分はしたいなって思うけど、リアルな話は。花火ありがとうございます。髪伸ばしちゃダメなの？後ろ髪ってこと？前髪ってこと？花火ありがとうございます。直接会うと何話したらいいか困っちゃう。本当ですか？何でもいいですよ、何でも話します。私は基本しょうもない話をしてしまいます。花火ありがとう。今年花火してないんですよ、父。花火したいの。誰か花火ください。誤解になっちゃう。こっちだったらその花火になっちゃう。本物の花火したいの。花火くれた。ありがとうございます。ガチで花火したくて、普通にリアルに。手持ちでいいんで。でもなんかさ、花火する場所がいいんですよね。花火ありがとうございます。いいな、花火したいんですけど。誰か花火しようよ。でマジしょうもない花火で満足するタイプだからさ、いいんですよ。公園とかしていいのかな。ね、庭、お庭があるのでできるんですけど。花火ありがとういっぱい。部屋でしてみようかな一回花火。部屋でしたら爆発するのかも、花火って。え、でも線香花火ならさ、部屋でできそうじゃない？花火ありがとうございます。
一時ありがとうございます。火事になるか、そっか、ごめん。花火ありがとうございます。花火大会は開催中じゃないです、こちらのルームでは。こちらのルームでは花火大会を開催するなら、東海をぜひっていうコーナーでございます。あ、ルームでございます。花火とかさ、思いっきりテロップに書いてる時点でさ、花火大会知ってる人のさ、開催中のさ、テロップ出てんだよ。こちらはそういうルームになっておりますので、見た方ぜひ、今の話を聞いてたよって方は、明日のトーク会の4次販売ぜひどうぞどうぞとか言って。花火ありがとうございます。でも普通に花火嬉しい、ありがとうね。あと何枚で完売するんだろうな。見れるのかな、明日何枚で完売します。死ぬ。チャレンジしてもらえるの、さ、自分のショールームに投げれるのかな。でもさ、なんかアイスってところに引かれたんだよね。でも20万ってえぐいよね。なんだっけ、チャレンジか。これが100個もらえるの、なった。31激アツじゃね。みんな花火だからやってる、そういうわけじゃない。自分のルームどうやって見るか分かんなすぎて。あ、なんか最近さ、毎日アイドルしてるよね、私。懐かしい。ああ、あ、投げれなかった、悔しい。花火ありがとう。でも私はアイスクリーム最近食べないようにしてます。なんかね、普通になんか自粛期間2週間してた時にずっとアイス食べまくってて、ちょっとやばいと思って、最近食べてないんですけど。でもね、久しぶりに冷凍庫開いたの、さっき。で、なんか開いたら輪切りパインアイスがあって、ちょっとめっちゃ惹かれたけど。そう、買ってもらったの、5日の公演、ご飯食べ終わった後にコンビニ行った時に買ってもらったんですけど、それをずっと食べるの忘れてて、いつか食べようと思って。でも今日ヨーグルト。花火ありがとうございます。歯痛いんだけど、普通にもう最近切れてんの、歯に。もうなんか歯抜けそうなぐらいさ、ここの歯がさ、あれ、こっちの歯が道抜けそうなの。嘘です、抜けそうは嘘です、ごめんなさい、嘘ついた。抜けそうはまではいかないんだけど、なんかゆるって思う。なんかさ、歯弱くなってんなって思うの、自分も。やっぱさ、それ動くじゃん、歯が。だから緩いんだろうね。なんかグラグラの歯の一歩手前の手前ぐらいまで来てる。なん
か今ゴムつけてるんですけど歯に。気をつけて言ったら分かると思うんですけど、なんかね、ほらガムつけてるんですよ。これが痛いですなんかここに固定して取ってご飯を食べるんですけど、この取った時に結局緩くなってめっちゃ痛いの。そのなんて、いや分からん。けど今歯医者行って3日目。最近のジャイナの食生活を教えてあげますね。雑炊雑炊雑炊ガチ飽きた。雑炊こんな食べることあるってぐらい食べてるの。朝ごはんに今日はヨーグルトを食べて、昼ごはんに雑炊を食べて、夜ごはんにグラタンを食べました。で昨日はずっと雑炊でした。鶏雑炊と鮭とカニが家にあります。そう、噛まないやつを食べてます。3種類の花火ありがとう。でも今一番鶏雑炊が好き。一番美味しかった。なんかさ、今日髪の毛結ぼうと思ったの。ポニーテールでもしようかなと思って、でも飽きちゃった本当ありがとうございます。意味わかんないの飽きちゃったとか言って、なんかね、触覚がどっか行ったんですよ。切ったらなんかめっちゃ長いのしかいないんですよ。明日でも結ぼうかな。ほら、ここぐらいの長さしかいない。なんかしかも微妙なの。あ、いた、発見、こいつか。でもなんか馬がちぎれない。ここか、これか。でもなんか薄ない。だったらいらなくない。こっちはあるんですよ。こっちがない、ね、黄色ペ。ここだったら分厚い。ここでいいや。なんかめっちゃ丸く見える。タコありがとう。おい、ありがとうございます。なんかさ、トーク会のさ話になってしまうんですけど、最近ずっと服を見てて、家にいるとさ服をしか見ないんですよ。めっちゃ可愛い、ありがとうございます。で、服を買おうと思って、でも服を見てたらジャージが欲しくなるんですあ、4日連続してるんですけど、すごすぎ。1週間目指して頑張ろう。今ジュエティっていうブランドが安いらしい。最近着てないけど、アディダス見よう。アディダスってこうだ。そうだよ、エアは。やだよ、このズボンを買おうか迷っている、今硬いよ。かわいい、緑に惹かれてしまった。黒を買ったんですけど、これのちょっと違うバージョンの、アディブレイクパンツの。これは下がキュッてなってるもの。
緑が可愛い。今2000円オフだよ。買おうかな。今全部2000円オフなんだよね。6000何円。今月お金使ってないから。それ何持ってんのよ。かっこいい、ありがとうございます。今なら6789円で購入できますって。かわいい。ちょっと買うのやめますねとか言って。なんかさ、一個さ、あのもうジャーニーキーのさラインパンツが大好きなんですよ。で、なんかサイズいいのがなくて、これしかない。今履いてるアディブレイクの黒しかいいのがなくて、買おうと思って、今買う 2、3歩手前。でも、で気づいたら2000円終わってて、買えばよかったってなってる。未来が見えます。で、緑って目立つよね、普通に。ありがとうございます。いや、買わないな、やのは。迷っちゃう、お洋服って。今はスカートも買おうか迷ってます。サイズは M です。花火ありがとう、パンパン。なんか普通に新しい違う系の黒いズボンを買ったんですよ。それが届くの楽しみなんですけど、いつ届くんだろう。配送中になった。いっぱい届くから、そういうわけで来てる。届けてくれんの。いいね、ありがとうございます。25って今日、あ、じゃあ今日日本に着いたんだ。韓国通販で買って、このこっち到着ってなってるのに、その後なんだけど、あ、なんかいっぱい届かなきゃいけないところがある。いや、早く劇場行きたいんだけど、ファンの方がくれるって言ってたものが早く届いたらいいなって思って、劇場に行きたいんですけど、機会がないからさ、いつもらえるんだ。早く回収したいんですけど。寿司よね、エラのためにさ買ってくれるなんて。でもなんかプレゼントっていいよね。でもプレゼントさ、好きな人だからさ、普通に人にあげるのがね。えなもさ、貢いでるタイプの人間だから。え、わかる。好きな人にあげたくなる気持ちがすごいわかるの。
分かる。選んでる時めっちゃ楽しいよね。なんかこの人がこれをしてたら可愛いだろうなっていうのがあるじゃん。それをあの誕生日にみんなに選ぶのが好きです。でもなんか通販で選ぶのも好きだけど、でもなんか最近って通販の方がいいものあるっていうことに気づいて、私はなんか洋服買いに行ったりするんですよ現地に。でもなんか結局ネットが一番いいなって思う。花火ありがとうございます。そうなのか、金額の上限。え、嘘、プレゼント通販全然買っちゃうんだけど。だってその人が買ってその人に時間を割いてその人に似合うって思ったら気持ち入ってね。わかんないけど、花火ありがとうございます。シークレットハニー見たことない。なんか2年前ぐらいに見たこと。調べよう。なんかハニーってな、シークレットハニーってこういう系なんだ。こんな甘々だったんだ、全然知らなかった。かわいいと、花火ありがとうございます。なんかハニーシナモンとシークレットにアンクルージュ系がそっち、あと何がある、そっちの甘い系。確かにオルさん来てそう。嘘、プレゼント探したけど好みわかんない。何でも好むよ私は。リズリさん昔着てたわ。 K2 で一回お下がり、私がバックダンサーに出た時にナオさんにお洋服をもらいました。花火ありがとうございます。やっぱ着なくなるよね。なんか最近ヘアアクセを見るようになったんですよまた。でもなんかいいのがなくて結局迷っちゃう。ひなのが着るようなの？ヒラロってさ、どんなイメージなの、みんなからしたら。なんかさ、ずっとさ、ああいうのを着てるわけじゃないじゃん、ヒラロ。いや、まあ確かにお腹出てるのを着るけど、普通の服も着るわけじゃん。だからさ、こっちからしたらさ、なんかおもろい、みんなのひなのイメージ。 A のサイズは M とかです。でもなんかさ、最近のさ、服ってさ、全部さ、なんていうの、丈が短いさ、トップスが流行りじゃない、流行り？流行りじゃないですか。
なんかどの店行っても全部丈短くて、なんか着れないって思って、なんか通販とか見てても全部短いのだから、結局買ってもなんか出るやつしかないみたいなのが多いんじゃない、わかんない。そうなの、丈が短いのが流行りなんだと思う。そんなことないのか、なんかそういうイメージ。ね、なるよね、短い。若い女の子が多いですね。友達とかも多い。でもエナは T シャツ1枚で着れる服が好きです。これ T シャツ1枚で着てるんですけど、それぐらいのが好き。もうさ、夏って楽な服が一番大事じゃないですか、私は。だからそういうのを取りますね。 T シャツ送っとくね、ありがとうございます。 T シャツは明日は何も入ってないわけじゃない、短パン履いてるけど見えないぐらいの長さが好きです。ということで、皆さんありがとうございました。また会いましょう。バイバーイ。